はい。みなさん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、タイムスリップスペシャル11連ガチャのコインで、えー、個人的に交換をお勧すすめしたい、えー、TSS ランキングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、正直、ここまで、えー、獲得できる人が多くないと思うんですけど、まあ、一応ね、まあ、この今シーズンの TSS を総括する意味でも、まあ、ここでおすすめランキングを作っとこうかなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、完全に思いつき突発で始まったので、正直、あの、なんか、なんていうかな、いつもよりもね、あの、話の、なんていうかな、道しるべと言いますか、そういうのがないんですけど、まあもう思いつきでやってるんでね。はい。ということで、単純に紹介したいだけです。<laughs> 自己満動画です。ということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ではですね、まあ5位、まあ5位ぐらいからでいいかなと。まあ18種ぐらいね、あるんですけど、まあ狙いたいカードランキングとして第5位。 まで、えー、出出させていただけたらなと思います。まあ、今回ちょっとね、高原選手をね、入れるかどうか迷ったんですけど、高原選手をね、入れるとなんか、うーん、まあ、入れてもいいのかなと思ったけどね、まあ入れてません。はい、ということで、えー、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。では、もう早速やっていきたいと思います。すいません、変なテンションでね。はい、ということで、えー、第5位から、じゃあ見ていきましょう。こちらです。 はい。これ、中田秀人選手の TSS ベルマーレ平塚バージョンね。はい。まあ、これをね、第5位としました。はい。まあ、もうちょっと上でも正直いいかな、という意見もね、ありそうなんですが、今回ね、第5位としました。まあ、理由としては、まあ、TS といえばね、結構やっぱいろんなポジション出てるんですけど、このトップ下シャドウというところね、に関しては、うーん、まあ、 そのなんていうかな、結局 TSS の今回のランキングを作るにあたって、選手的なこのカード寿命というのが、ちょっとやっぱり長い方が、僕は TSS の価値の長さというのは続くと思うので、そこをね、ちょっと考慮したんですよね。と考えると、やっぱね、まあ、ポジション的っていうか攻撃守備とかでいうと、攻撃の選手の方がやっぱりね、上位互換が出やすいんじゃないかなっていうふうにちょっとね、考えちゃったんですよね。なので、まあ、そこをちょっと考慮しての第5位になります。はい。 まあただですね、まあ、今回第5位と言ってもね、すごく強力だし、まあ、当然受け入れ体制がすごく整っている人からしたらすごく価値あるカードになるんでね、まあ、ぜひ、うん、そういう人からしたら狙ってほしいんですけど、当然やっぱりね、縦取りからの、まあ、和立みの矛というところの、まあ、この繋がりもそうだし、やっぱりね、もう一つやっぱりね、退治してて受けてて思うのは、チェイシングなんですよね。鋼の心臓かな、うん。これがね、結構厄介なんですよな。何が厄介かというと、 例えばの話、バーってね、その試合が展開されてました。で、まあ、た、確かに縦取り、和立みっていうのは、確かにボール持たれたら怖いんだけど、それ以上に、自分が守備をやってる場面としてて、でセンターバックとかでうまくカットできましたと、とりあえず一つ落ち着ける段階が普通だったらあるはずなんだけど、そこをね、あその間、なんていうかな、好きというか、間を、間を与えさせない仕事ができる、このチェイシングを、このレベルのカードが持ってるっていうのが怖いんだよね。 で、こ、の言ったら結構引っ掛けられちゃうので、で、引っ掛けた後にどっちみち和田摘みの方向飛んできたりとかするんですよね。だから、これ、言ったら中田秀俊選手とプラスアルファで、例えばこの選手を OMF で使ってたとして、CF とかにじゃあ誰か強力なストライカーとかがいるじゃないですか、大抵ね。その選手から仕掛けてきた時に、その選手を止めたとしても、この二の矢が飛んでくる感覚ね。これがね、正直やっぱ守備やってると、特にね、 守備面に自信ない人とかからするとね、ここうまく引っ掛けられて失点するっていうのは絶対ね、やっぱこのね、カードがいることによって増えるんでね。うん。やっぱ厄介ですよね。はい。ということで、まあそういった強みは当然あるんですけど、そのまあ今手に入れるかどうかって言われると、まあ今手に入れてからのカードのそのまあいい感じで使えれる期間っていうのは、まあこのトップ5の中でもちょっと短め,短めというか、まあこれ以上のカードが出やすい。 ところとも言えるんですかね ?TSD とね。そういった感じにちょっと見えました。で、出てきた時の、まあ言ったらこのね、その今後環境が進んでいくにつれて、まあ生命線となるとは、まあやっぱシュートが止められるか、あのゴール取れるかというところの差だと思うんですよね。なので、そこに関しての寿命というのもやっぱちょっと短い。どっちかというと守備寄りの選手よりはちょっと短い、うん、感じがするので、まあ今の時間軸で見ると、まあここの順位が妥当と,という判断をしましたということで、えー、評価しましたということで、 はいえー、判断したいなと思います。まあ、当然、ただね強いです。もう強いんで、まあ、これから出てくる選手も出てきてない選手も当然強いんで、はい、そこはもう勘違いしないように気をつけてください。まあくまで僕の中のランキングと、はい、思っていただけたらなと思います。はいじゃあ続きまして、えー、今回ね、復刻コインで狙うべき選手、ランキング第4位の選手見ていきましょう。こここちらですはいここも同じくタイムスリップのの川口義勝選手の日本 日本代表バージョンの TSS ですね。はい。これをね、第4位としておきたいなと思います。まあ、これもですね、まあ、正直ね、今後の環境がちょっとどうなっていくかによるんですけど、まあ、今の現環境で言うと、トリプル A スキルの恩恵がめちゃくちゃでかい。うん。で、今後もっとでかくなっていくんだろうなと思うと、結構ね、寿命は長い方なんじゃないかなと思いました。はい。まあ、トリプル A スキルで、まあ、 ね、セービング3種持ってて、しかもこういうのね、あのシュートセーバーイも持ってて、まあ、エアフォートレス鉄壁のテリトリーというね、どっちも上位スキル持っててっていう、まあ今のね、環境ででも完璧なんですよね。で、ここに例えばスキル強化とかがつくと3つね、強化されるっていうのはすごく大きくて、なんでかっていうと、おそらくですけど、今後の環境って、まあ今もちょっと若干感じてるんだけど、ボレーとかを使ってると思うんですけどね、結構ね、カットされる場面ってなんか増えた気がするんですよね。 うん、で、それも踏まえると、この、ま、エアウォールとか、エアフォートレあ、ごめんなさい、エアフォートレスとか、鉄壁のテリトリーっていうところが、もっとね、使い物になってくると思うんですよね。なので、仕上がってくると、まあ、そういうなっていうかな今後の環境面でも、より今よりもね、恩恵を受けやすいカードだとも言えるんで、本当はもうちょっと上でもいいかなと思ったんですけど、ただ、ゴールキーパーに TS 枠を割くのかっていう問題になってくると、 これねうん、まあ、その今後、環境が進むにつれてもしかしたらその例えば現役選手でもトリプル A スキルとか持ってきだしたときにわざわざ TS 枠使うのかなっていうところの問題も1つあります。ただ、今は正直トリプル A スキルっていうねあのレギュラーカードとか限定カードにもない特徴を持っているのでいいすごくよりよく見えやすいんだけど、まあ、やっぱゴールキーパーといえば現役枠でも、ね、結構強い選手多いからねその選手たちでも十分じゃないかなとなりやすいポジションでもあるので第4位にしました。はい だからこれはもう今後の環境でいい面が出てくる面と、その現役カードが追いついてくる面の、この追いついてきた時の差の埋まり方と、まあ、この川口選手軸で言うと、そのセービングのね、この3種の使い道というのがより強くなってくると思えば、このカード自体の価値は別に落ちないんだけど、後ろが追いついてくる感じかな言ったらね。その環境になりそうな気もするので、本当だったらもう第2位とか第1位ぐらいで取り上げてもいいんだけど、そこの面を考慮して言えば、今回のタイミングで取るべきかと言われると、第4位。 が、妥とかなと思います。はい。ということで、まあ、ちょっと難しい話になりましたけど、まぁ、あ、川口選手自体の評価は落ちないです。ただ後ろが追いついてくると思ってください。まあそういった環境になるんじゃないかなっていうところを踏まえて、はい、ここは4位で、はい、出させていただいてます。まあ、よかったら参考にしてみてください。で、あとね、まぁ、あ、一つ、あごめん、もう一つちょっと言いたいことがあって、あの、今回僕、この復刻があるなしのところで言ったんですけど、 まあジーコ選手とか、まあ、例えばさっきの中田秀俊選手とか、こういう環境の選手たちを復刻させるっていうことは、よりね、その選手たちの強い環境を作ることになるんだよね。で、これって、まあ、その環境面の話でいうと、別に運営さんからしたら美味しくないんだよね。ただ、今のタイミング出したら儲かるじゃないですか。これおいしいじゃん、普通に。だから出すんですよ。で、この後に何が起こるかっていうと、次、今、シューターの方が強めになってきてるんですよね、多分ね、環境的に。 じゃあ次そのジーコ中田秀俊を止めてやろうという動きがあるわけですよ。で、そうなった時によりね、飲み込まれていくんじゃないかなというところもちょっとあります。だから、まあ言ったら24シーズン出るゴールキーパーの方が特殊なところがあって強いとか、そういう環境になりやすい環境でもあるんだよね、今の環境って。だから4位っていうのもあります。それもちょっと言っときたいなと思いますね。はい。だから意外と長持ちしない可能性がありますね。はい。じゃ次、えー、第3位の選手見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは田中マルクス・トゥーリオ選手の、えー、タイムスリップ TSS 裏バージョンですね。はい、こちらを第3位としてます。はい、ということで、まあ、このカードもね、非常に強力なところになってますが、やっぱり特徴はね、ディフェ3種ね。うん、ここがすごく強い。しかも、まあ、タックルのね、こういうスキルでダイナミックインターセプトを持ってると、うん、いうところがすごく評価できるかなって感じがします。 で、当然、ディフェのね、ボナス戦とか持ってるし、まあ、能力値も当然高いしということで、センターバックの中でも当然ね、現役選手では及ばないところなので、まあ、環境面でもね、当然今、暴れ回ってるカードの1枚でもあるんですけど、なんで3位なのかというところに関してなんですけど、まあ、先ほどから言ってますけど、まあ、環境面というところをちょっとね、今回考慮して順位をつけたんですけど、これね、まあ、センターバックとか、まあ、ボランチとか、こういうところって結構僕は長持ちしやすいと思ってるんですよね。 なんでかっていうと、ここのポジションって、どっちかっていうと、攻撃面よりも差が出にくいというかね、逆にこの差が出にくいからこそ、例えばこのカード,のこのカードより全然強いカードが、まあ、例えばたい追いついてくるのがたい来年の24シーズンのシーズンオフ限定とかで、やっと多分能力値とかが並ばれるかなぐらいのところまで来ると思うんですよ、あのディフェンダー名に関してね。 で並ばれるかなというところが、まあ、その1年,1年後ぐらいの先にあるとして、まあ、そこまではまず持つというのがすごく大きいことであって、その中でもスキル強化で3章ね、しっかりと補えてるので、まあ、そういった価値も高いし、で、現在ね、トリプル A スキルとかもないので、あの、普通のレギュラーカード、限定カードね。だからその上、その旨味みというのも今、十分にある環境なんですよね。ただ、まあ、これもさっきの川口選手同様なんですけど、現役選手が追いついてはきます。 まあ、とまあ、当然。だおそらく、まあ僕の予想でしかないんですけど、24シーズンはさすがにトリプル A スキルになってると思うんですよね、95以上のカード。ということは、そのスキルの、トリプル A スキルの恩恵というのは、まあちょっとなくなってくるんじゃないかなっていうところが近い中で、じゃあどこで戦っていくのかっていうと、ステータスじゃないですか。うーん。で、ステータスではある程度戦えるけど、まあ24シーズンのオフシーズンぐらいに追いつかれるぐらいの見込みだと。ってなると、まあ大体今からゲットしても、まあ1年ぐらいは持ちそうなんだよね。うん。 で、もし、その、さっきね、あの、川口選手のところで言いましたけど、じゃあ、環境面の話で言うと、その、じゃあ、ね、今後、またゴールキーパーの強化とか、そういうのが、すごく大きなことが行われようとなったときに、あんまり巻き込まれにくいところでもあるんだよね、多分ね。 うん、そんなにモロに影響が出るかってれると、モロには出ないんじゃないかなと思うので、例えばそのゴールキーパーのセービング率がすごく上がったから、TSS より全然現役の方が強いよねとかはなるかもしれないんだけど、まあ逆にそのシューター面で言ってもさ、じゃそれをまた貫けるシューターの方が価値あるよねってなりやすいんだけど、逆にモロにめちゃくちゃその、ね、あのー、まあ得点力を誇る選手とかゴールキーパーっていうのは点に絡みやすいって、とかもの手に直結するポジションなんで、ここはすごく強化のね、 振れ幅いいうのは大きいんだけどディフェンダーとかっていうのはそこに比べるとちょっとねどっちかというと影響、まあ、されることはされると思うんですけどされる影響というのは幅が狭いと思うんでだからまあ長持ちするんじゃないかなと思っとね、うん、だから24シーズンとかの新規機能にも耐え切るような 感じはするので、で、これがまあ25シーズンとかなるとね、また大きな差が生まれるかもしれないんですけど、まあとりあえずあの24シーズン中は全然いけそうだなっていうことを考えると、うん、まあ結構今から取っても全然あり,ありかなっていう、まあ長持ちするのかなっていう、まあ仕上げ買いもあるのかなっていうところが、まあ今回の第3位の理由かな。うん、まあ当然ここまで上がってきてる選手の大きな差っていうのはないんだけど、その先のことをちょっと考えると、うん、かえって、まあ長く使いやすいというところはやっぱりね、うん、大事なところかなと思うので、 はい、そこを、ね <laughs> あのはい、考慮した結果になりますと、まあ長、まあ、結果どうなるかはを開けてみないと分かんないですけど、まあ、今から取る価値は十分にあるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続きまして、第2位の選手見ていきましょう、こちらです。はい、ここはですね、タイムスリップ、阿部勇樹選手の同じく TSS 浦和バージョンね、はい、これ、第2位となります。 ま、これもさっき川口選手じゃなくて、トゥーリオ選手のところで言ったことが全てなんだけど、まあ、いろんな強化がね、シーズンまたいだりとかするたびに行われてくるし、環境面の変化っていうのは、当然、ま、今攻撃に結構ジーコ選手が止められないとかね、手をつけられないという環境が続いてるので、次は、次はま、ゴールキーパーの強化とかが来る中で、まあ、そのゴールキーパーとかフォワードっていうのはもろに影響を受けそうなんだけど、まあ、影響の受ける面が少ないという話をね、さっきジーコ選手のところでし、あ、ごめん、トゥーリオ選手のところでしたんだけど、あのー、それも込みで考えてます。で、プラス、まあ、この 阿部選手に関してはセンターバックとボランチの選択ができるっていうのはすごく大きくて、まあ、もっと厳密に言えば CMF もできるんだけど、まあ、このボランチのね、特にディフェッチ高い選手というのの需要がね、高いね。うん、これはもうどのポジションよりも今高いんじゃないかなと思えるぐらい高いかもしれません。と、はい、いうのも、まあ、今シーズンのカード見てもらったら分かるんだけど、レギュラーカードとか限定カード含めてここが一番薄いよね。うん、433B とかかで、しかもこの、 いずれにしても、このボランチというポジションあの、避けて通れないんだよね。うん、あのごまかせないというかね。うん、ここが、だから強くあることによって、守備にもいい影響を与えるし、攻撃面にも大きな影響を与えるので、ここをね、やっぱ強化するってすごく大事だと思うんですよ。ってなると、まあ、その長く使いたいとかもそ当然そうなんですけど、まあ、意外とね、このやっぱね、チームの要になるところってここだと思うんだよね。 まあその、際のところとか当然ね、ゴールキーパーとかね、そのフォワードとか大事なところも別にありますけど、全体を通して言うんだったらここだと思うんですよね。だからここに TS 枠を割く影響っていうのは今現在の環境だとすごく大きいと思ってて、まあそういうのはあります。だからこそまあ第2位。うん。って感じです。はい。まあこれは長持ちしそうだなというところと、まあやっぱりその TSS、やっぱり特別感あるんで、そこに、まあその3枠という中でどこに咲くべきなのかというところを考えたときに現役がやっぱ追いつきにくいんだよね、ここね。 一番。うん。ださっき言ったディフェンダーとかゴールキーパーとかフォワードっていうのは、やっぱりある程度強いカードが出やすいポジションではあるから、まあそれなりのカードはついてくると思うんだけど、まあもしかしたらこう2年後とかでも安倍選手超えてないカードとか全然超えれてない可能性とかもあるのは、すごく魅力なんだよね。もう寿命1年は絶対持つと思うし、1年半は持つと思う。725シーズン行っても全然使われてると思う、正直ね。ただ、その、ライバルは出てくると思うよ。その TS の中でのね。ただまあ安倍選手を別に使っても全然やれるよねって環境は結構長いような気がします。はい。 っていうのも、ま、あさっき言った通り、これからどっちかというと守備が強化されていく時代が来ると思うんでね。うん。ストライカーというよりは守備の強化が行われると思うので、ま、あそういった環境面の影響とかも少ないとかね。うん。まあ、そういうところを踏まえると、やっぱり今からでも狙う価値十分にあるかなと思います。ま、あ割と直近に出たので結構持ってるよという人がいると思うんですけどね、そもそもね。うん。っていうところは、ま、あ承知なんですけど、<laughs> あの、今からでもね、あの、全然狙う価値あると思うんで、ぜひね、はい、コインを使ってでも、まあ、狙うんだとしたら、ここ結構、はい、おすすめかなと思いますね。まあ、今後のことも考えると、まあ、一番なんか、なんならこの中で一番長持ちしても、まあ、おかしくないんじゃないかなというところで、はい、ここはチャンスだと思います。じゃあ、最後、第1のカード見ていきましょう。こちらです。はい、ここは、えタイムスリップのジーコ選手ですね。はい、これ TSS バンジョが第1位です。 はい、まあ、これはね、もう1位の理由としてはさっきまでいろいろ言ってきました。これから長持ちすんかとかね、いろいろ言ってきたんですけど、なんだかんだね、やっぱね、現環境ので持ってるね、あの影響がでかすぎる。うん、<laughs> これはもう本当に現在塾の評価が、あの、まあ、ントツ1位かな。な、うんもうでかというと、これはね、もう対戦してて思うんだけど、まあ、やっぱ1枚で変わるんだよね、本当に、情勢が。 もうどうしようもないんだよね。どうしようもないチームからすると。こんな使われたら。うん。っていうぐらい、もうぶっ壊れです。もう環境だと思います。これはもう仕方ない。うん。ただ、この環境を終わらせるべくの動きっていうのは、どうしても絶対24シーズン中あると思うんですよね。それも開幕から始まる可能性もあるんで、それが来たときに、まあちょっと使いづらく、まあなるかもしれんけど、でもそれでも多分すぐには収まらないと思うからね。 で考えると、まあ言うて1年は安泰なんじゃないかなと、うん、は、まあ、思います。まあこれ持ってたら、勝てる試合っていうのは絶対あると思うんで、まあだからこそまあ狙うべきかな。これまあ今正直1年ぐらい経ってますけど、うん、なかなかこのカードの対策がそもそもできるような環境じゃないし、っていうのはもう今現在の環境なんで、まあ当然今現在の環境もめちゃくちゃ強いし、<laughs> あの、これから先も強い可能性があるしね、なんなら対策が行われないかもしれないからね。 行われるだろうけど、その行われるスピードによっては全然まだ長持ちするし、みたいな。まあ当然能力値に関しては来年のね、これもまあ、言ったらオフェチが2000とか届く時代が来るとしても、まあ2000そもそも届くのかって話あるけどね、2000届くとしたらまあ来年のね、24シーズンのオフシーズン、まあ今の青図とかね、まあそういうところのカードぐらいだと思うんだけど、まあそこまでは絶対能力値持つしね。うん。ということで、まあね、これはちょっと、 まあ今までね、いろんなカード5位から1位までね、まあ、ここ現在まで見てきましたけど、まあ、やっぱ断トツかなと思います。まあ、これはもう対戦しててもそうだし、うん、やっぱいるいな内いでやっぱ変わるんでね、うん、もうこれが全てかなと思います。やっぱ現環境の影響がすごく大きい。プラス、まあ、これからまあそのね、あの影響というのはまあどんどん少なくなってくるんだろうけど、まあ、ただその速度によってはもうまだまだ全然長ちするんで、今取っても間に合うというところね。 で、関して評価をしてます。まあ、ただ今後どうなるかわかりません。まあ、どれぐらいの速さで、まあ、本当にまずいと思ったら急いでね、粛清するかもしれんし、まあ、AI ゲームなんで急に AI, AI の動きがおかしくなるかもしれないし、まあ、それはわかんないですよね。どうしてくるかわかんないんだけども、いずれにしても対策は対ーコ対策みたいな感じでは、ま、何かしらが来るとは思うので、それ次第ですが、まあ、今とっても、ま、十分おいしく思いはできるんじゃないかなというところで1位で、はい、押しときたいと思います。まあ、よかったら参考にしてみてください。 はい。ということで、今回第5位から第1位ということで、えー、個人的にね、おすすめな、えー、コイン交換したい TSS ランキングということでやっていきました。まあ、これからの環境を読みながら狙っていく選手とかを決めるとか、もしくはまあ逆にここをコインめちゃくちゃね、狙って課金する余裕があるんだったら来シーズンのカードでもいいんじゃないかっていう考え方も結構埋まりやすい中で、 ま、今回のタイミング狙うんだったらね、ま、あそういうところもやっぱ考慮して話した方がいいかなと思ったんで、今後の環境面とかを含めてね、今日はお話しさせていただきました。まあ、ただ、一枚ですね、それがちょっと効かないカードがね、あったわけですけども、もすごいとしてるんですよね。うん、すごいね、あの、効かないものが一枚あると思うんですけど、ま、ああれはちょっと論外で、例外ですけど、うん、ということでね、まあ、ジーコ選手の環境がね、どれぐらい続くかわかりませんけど、うん、ま、あその先の環境とかも読みつつね、 もしその自己対策されてしまえばね、安倍選手とかね、まあ、トゥーリオ選手とかあたりの方が長持ちしてる可能性もあるんでね。うん。まあ、そういうのを考えつつ、しっかりと選んだ方がいいんじゃないかなとは思いますので、まあ、よかったら、ぜひ参考にしてみてください。ということで、まあ、正直ノリで作ったところあるんで、ちょっと話に余計にまとまりなかったと思いますけど、はい、そんな感じになるかなと思います。まあ、よかったら、ぜひね、参考にしてください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここまでし礼します。バイバイ。